ポピープレイタイム。どうも、今回はこちらのゲームをやっていきます。なんか海外でものすごく流行ったらしいよ。もうそうなるとさ、この政府公認の国際ゲーム実況者である私キヨがやるしかねえなと。はい、意味不明なこと言ってないでやりますね、プレイ。なんか日本語がないらしいのよ。かー、誰？すっごいリアルなやつ出てきた。友達感覚で手挙げてんだけど。磯野っつって振り返ったら中島じゃなかったやついる。誰これ？これがポピーなのかな？なんか海外のゲームだから日本語ないんだけど、それでも楽しめるらしいのよ。もし英語大量に出てきたらお前ら頼むわ。翻訳。頭脳になってくれ。俺がプレイするから。まあ頭脳になってくれも何も、結局今やってんの動画だから一人なんですけどね。じゃあ行きます。ニューゲーム。英語は、なんて書いてるかよくわかりません。ニューゲーム。3D ホラーっぽいんだよね。あんま普段やんないからさ、ちょっと苦手。お、なんだ、誰だお前は。え、なるほど、英語だな。ちょっと本気でリスニングするわ。And she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe?Just watch. 何にもわかんない。君誰？Poppy Playtime。 君ポピーなの？ポピーなんだ。なんかチャッキーみたいな感じなのかな。そんな感じ。すごい引っ張るな。必要以上に引っ張った。し、なんか言ってる。ああ、なんかおもちゃで遊べるよみたいな感じなんだ。歩き出すよみたいな感じの。歩き出さないな。あと2歩ぐらい歩けばまだ歩き出してんだけど。靴磨きか、人形に対して。ね、髪の毛も溶いて、全然溶けてないけどね。突然の花。ポピープレイタイム。ああ、700円ぐらいってこと？めっちゃこっち見てくんな。サンキュー。プレイタイム！は？ずっとわかんねえ。ずっとわかんねえ。怖。ファクトリーツアー。工場見学ってこと怖いな。もうちょっと怖くないところの見学作戦くれよ。ごめん、噛んで何言ってるか分かんなかったわ。キューピーちゃんが大量にあったな。なんだ？映像の乱れが起こってる。あ、なんかさっきもこんな感じの花なかったっけ？始まりましたね。まあここら辺はポピープレイタイム。まあそれっぽく読んでるけど、ポピーって何かまだ分かってないからな。来ました、始まった。早速英語だ。 Everyone thinks the staff disappeared to じゃないな、10 years。 あー、なんとなくまだ読めるぞ。10年前にスタッフが読んでる途中ですけど。でも Find the flower って書いてたね、最後。花を見つけろみたいなこと書いてたね。10年前にスタッフがいなくなったみたいな感じか。で、ちょっと一個疑問あんだけどさ、この青いやつタイトル画面にいたわけじゃん。トゥーポーズ。ああ、了解了解了解。こいつがポピーっていうわけじゃなかったんだね。なんかあの女の子の人形がポピーっぽかったよね。どこに行けばいいんだろう。何すりゃいいんだこのゲームって。こっちには行けないんだ。ギフトショップ。いろいろ調べれるものとかはあんのかな？別にないのか。なんかね、いいキーか。基本いいキーか。あ、来た！トゥービューアイテム。タブ。ごめんね。ちょっと慣れてないんだ。3D ゲームにあんま慣れてないからさ。これどうやって調べんだろう。なんか基本調べるやり方があんのかな？初心者。ゲーム実況初心者。で、これを見れるのか、どっかで。使えるアイテムはアイテムボックスから使うみたいな感じなのかな。こいつポピーじゃねえんだな。お前ちゃ誰なんだよ。ウェルカム。ウェルカムって言われてもな、誰もいないもんな、ここ。あ、これか？これになんかすんのか。あ、来た！入れた！再生するのか。はい。My name is Leigh Pierre, and I'm the head of innovation here at the place. あ、また英語だ！頼むぞ、お前ら！ If you're seeing this, then you're trespassing.Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And
That's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. え、俺の実況だとは思えないぐらい静かだったよ、今俺。すごく不安だったんだけど。受験番号発表ぐらい不安だったよ。ごめん、それは嘘。今こんな喋らないことあるんだって思うぐらい、しかもしっかりリスニングしたのよ。で、なんとなく単語ぐらいは聞き取れればさ、なんとなくわかるかなって思って、一つもわかんなかった。何すりゃいいんだろう。ちょ、探索すっか、とりあえず。ホラーゲームっぽいんだけど、大丈夫か君、もうボロボロ。でも10年前にいなくなったってことは、これさ、10年前の工場ってことなのかな。あ、E to interact。 E なんだい。おう、ほう、あ、ぜ、うーん、俺の思ってたやつと違う。なんか順番に押したら隣がさ光って他が光らなくなるみたいな、そういう感じじゃない。これはわからないな。4つ押したら消えるってことは、あ、これ順番に全部押せば押せるパターンじゃないな。なんかヒントがあんのかな。あ、待てよ、床を見ろ。青に黄色に赤、青に黄色に赤、青黄色赤があんな。ちょっと待って、それがヒントになってるとは思えないぞ。一回とりあえず全部探索していこう。飛べる？あ、飛べんじゃん。あ、こっち行けんじゃん。なにここ、一番怪しい部屋。もうこれ、あ、なんとなくわかる。これラスボス前みたいな感じ。変な手のマーク。しかもすごい、全部の指の長さが同じぐらいじゃない？珍しくない？だいたい中指長くてみたいなさ、小指がちょっと短いみたいな感じなのに、この人全部の指の長さ等しいな。珍しいタイプ。足のさ、指の長さもあるよね。ピラミッド型とかさ、なんか同じぐらいの長さの方。何の話してんの俺は。指の長さの話って。いいと、すっごい笑顔で食ってんじゃん。眉毛は困ってるけど、すげえ笑顔で草食ってんな、葉っぱが。こっち、トゥーオープンドア。あ、いた。んーと、なんでこれは動いてんだ。10年前にもう亡くなったはずなんじゃないの、これ。廃工場的な感じなんじゃないのか。あ、でもこれ分かったぞ。緑、ピンク、黄色、赤なんじゃないか。床じゃないとしたら、緑、ピンク、黄色、赤なのかな。ちょっと待ってね、他のやつも見てみよう。大体、まあ、ゲームとしては、謎解きとしてはもういろんなゲームやってるから、解き方は大体パターン的には分かるんだけど、ビビらせ要素もこれと言っておるわけではないから、緑、ピンク、黄色、赤押してみるか。あれ、ここ割れてたっけ？緑、ピンク、黄色、赤。こっちはいけないんだっけ？こっちいけないのね。意外と一本道な感じか。うわぁ、でもリアルだな。すごいな。何も言葉出てこない、それ以上。12年やってんのに実況。リアルだな。すごいな。なんだったら、誰でも言えるセリフだな。あ、ポッピー、ポッピー、やっぱお前がポッピーなんだよな。ポッピー、どこにいんの。やべ、何色だったっけ。緑、ピンクだったっけ。ピンク、黄色、赤だっけ。まあ、なんかわかんないけど、開いたわ。さて、ここには何があるんだい。これは、あ、来た。アイテムを取ると。で、あ、ここにまた入れればいいってことか。あ、うわ、またもしかして英語か。また俺喋んなくなっちゃうのか。プレイタイム、頼むぞ、みんな翻訳を。グラブパック。あ、英語喋んない全然。あ、え、ちょっと待って、これ面白そうじゃない。このあ、R ホールド。あ、待って待って、これそうなんじゃないの。あー、なるほど。手を伸ばして遠くのアイテムを取れますよ的な感じね。こうやってパズルを解いていく、なんか謎解きをしていくってことなのか。で、右手で掴んで左手で、あー、右手で押さえて左手もね。で、顔面の部分。おー、それはいらないかも。何のために作ったムービーそれ。右手に錬成陣描いてんの。鋼のスカーみたいな感じになってたよ。あー、右で押しながら左もあるみたいな。サンキュー、こちらこそどうもありがとう。よくわかったよ。これぐらい、毎回のビデオこんぐらいの説明でいいわ、今後出てくるとしたら。What's the time? プレイタイム。で、これ開くのかな。あ、いった。もらっていいですか、自分。すいません。来た。レフトハンド。あっ、
思ったより早い。ちょっとこっち伸ばしてみていい？うわー伸びる楽しい。左手はどうやって切り替えるんだ？左手はどうやって切り替えるんだ？ E、R？ これもしかして左手しかないか今。そういうことか。なんかアイテム、わーすごい、見て見て、で、わーすごい、あ待って、これ押して引っ張る、うわー面白い、これ面白いな。ゴムゴムのピストルできるってことなんだね。でこの手を使って、うわうわゲットした。え、なんか今ゲットした。どこ行ったんだろう、もうどこ行ったか分かんねえや。すごいこれ楽しい。なんかさ、ぶら下がれたりできんのかな。あ、そういうわけではないのか。掴めるところと掴めないところとかがあるってことなのかい。とりあえずこの手を使って何かすんのかな。このビデオ、わかった、ここだ、ここじゃない、完全に同じ形だ。あ楽しい楽しい、お互いの手が触れちゃった。あ、恥ずかしいと思って話したいけど、でもこの子のことが好きだからまだ話したく。なんだてめえ、なんだてめえだな。進んでみよう。ポピーじゃない、こいつの名前が来た。中島、どうしちまったんだよ中島。カツオに忘れてほしくないんだろうな。俺だよ中島だよって、中島としては言いたいんだろうね。これ手と手合わせんじゃないの。はじかれる。ポピー、ポピーにはポピーハイタッチできない。あ、できる。でもゴムゴムのハイタッチしても意味ないんだね。あー、でもなんかお前動き出しそうだな。で、あ、またあるぞ。とりあえず一個一個見てくか。ここは入れない。手合わせれるんだったら合わせちゃおう。はいよ、手合わせて。なんだ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 。あー、なるほど。それでなんか今物落としなかったか。でここで開くのか。開かないな。あ、待って、一回他も見よう。うーん、テスティング、こういうところは全部これ鍵かかってるってことなのかな。こっち入れそう。うわー入れそうだけど、ここ何部屋？イノベーション？何？革新？どういうこと？シアター、映画館。あ、お、こうでしょ。あ、右手やっぱ、待って、右手ねえよな。何をしても出てこないもんな。これ右手をどっかで集めてくるみたいな感じなのかな。どっかで回収すんのかな。俺の右手じゃダメってことでしょこれきっと。ワンチャンジャンプでいけんじゃない。はい、絶対無理だね。そんなことするわけないもんね。あとこれどこまで伸びんのか見てみよっか。あー、この真ん中のゲージぐらいまでが限界か。ここか、もうちょっといける。ここ限界か。結構伸びんなこれこいつ倒せんじゃねえかあー倒れない、さすがにさすがに倒れないか。で、あれ中島、なんでも、なんでも鍵持ってんだ。返せ俺の鍵。これで鍵ゲットして、あ、なんか書いてる。ハギーウギー、1984年生まれってことかな。今だとじゃあ37歳。中島お前意外と37歳なんだな。ごめん、なんか12歳ぐらいに見えるわ。あー、これできんのか。なんかWhat? 悪くないね。歌としての完成度は悪くない。 TikTok だったらワンチャンバズんじゃないかなぐらいの音楽だった。悪くない。最後のっていう音が特にいいね。なんか唇のってやつが。あーんと、だったら俺何手入れたっけ。鍵手に入れたからどっかでつく。これあれか、さっきなんかさ、なんか火の玉みたいなのがブル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 って通ってって、ここか。使える。意外と謎解きとしてはシンプルにやってっていいんだな。開きます。そろそろ何かが襲ってくると思うんだよね。中島とか、そろそろ中島襲ってきそうな感じすんだよな。あとは何するんだい。ここは何か使うのか。 Do, don't, remember、 思い出す。何、誰、ポピーでも何でもない、ポピーでも中島でもない、何でもないやつ出てきたんだけど。でもハートの顔してるな。くれー、こっちに進んでくか。ちょっと何かホラー的な展開がくれーな、起きそうだけど。
待って、コンセントがあるってことは何かしなきゃいけないのか。手のマーク引っ張れる？引っ張ったね。グラブトゥー、待って、1番さっき、待って、俺だ、なんだ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 、なんか力がみなぎってくる、体の中に入ってくるな。てかこの主人公何者なの？これ一応伸ばしたまま行ってみる。タッチウィズ、おっと、タッチウィズって何？なんかどっか行ける？これ何？あ、待って、なるほど、これ光らせて、このバーみたいなやつを光らせるってことか。さっきのコンセントの位置ってあったっけ？どこに自分がいいのかわかんねえな。これでもない、あ、これじゃない？これは？おい、届け、届いた。でで、これは電気がついたってことなのかな。一旦走れんだな、一旦中島の様子見とく。中島がいねえ、やっぱあいつ来んじゃん。中島、磯野忘れやがったなっていう恨みだけで来るな。どっから来るんだ中島、この格好で来んのかな。うわ、手に持ってる危ない凶器持ってんな。少林サッカーでしか見ないぞ、ユニフォームの中に隠しといてぶん殴ってくるやつ。ちょっと進んでみる、こっちの方行けるようになってるとかなのかな。あ、そういうわけでもないのか。ここは開かない、ちょっと戻るか。多分中島がいなくなったってことは中島の方に行くってことなんだろうね。あいつなんで中島になったんだろうな。あれ、こんな狭いところに迷ったぞ、こっちか。だからここでまた新たなところに行けるようになってんのかな。ここ、あ、ここか。もともとここって開いたのか。本来行ってきます。メイクはフレンド、友達を作ろう。いや本当だよな、なんかさ、大人になっていくと年々、なんか今いなかった、なんか今いなかった、土の子ぐらいの感覚で見かけた気がするんだけど、あれもなんか今もしかしてみたいな。メイクアフレンド、ごめんね、大人になるたびにさ、どん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 友達って減っていかない？これ意外と襲われねえのかな。トゥーヘル、地獄へ、05番。くれー、暗いなー、暗いなー。ちょっととりあえず進んでいくか。そろそろ襲われるんじゃないかなって思ってるんですよ私は。ああいう湯気かかるとなんかさ、不快だよね。顔にちょっとさ、湿気っていうか汗みたいな、水が溜まるみたいな。進んでいこう。うわ、もう中島のマークじゃん、完全に中島が襲ってくるマークじゃんこれ。いいよ来いよ中島。さてまた、おっと、これ回収、とりあえずもらえるもんは全部もらってくぜ。もらえるもんはもらってくの精神にやるからな俺は。あれ、お前なんか PS4 とか PS5 のさ、チュートリアルゲームによくいない？このまま進んでっていいのかな。なんかよくわかんないけど、ここら辺のアイテムってどこで見れんの？コントロールもない、アイテムもない、この持ってるおもちゃはどこに行ってんの？あー、またある。ということはどっかにあんのかな、ビデオが。とりあえず全部もらってっか。あ、これもらえない。ただの泥棒だよ。10年前のさ、廃工場に来て物盗んでるってただの泥棒だけどね。これ多分行き止まりなんだろうね。お、なんかある、ポンじゃなくてさ、中島が何をしてくるのかも分かんないし、あのビデオのところは何だったんだ結局。ちょっと明るくできんじゃん。ごめん、ゲームの途中から多分編集でそんな違和感はなくしてると思うけど、あ、見やすくなった、見やすくなった、かなり見やすくなった。ちょっとこれでいくわ。登ってって結局なんかなかったから進んでいくね。襲われはしないのかな。これもなんだ、赤、あー、これもなんか押す順番とかがあるってことなのかな。赤、青、なんかできんのかな。なんか何これ、俺こんなの持ってたっけ、こんなの俺持ってた。待って、全部いろんなもの回収しすぎて何を持ってたか分かんなくなっちゃった。これ落ちていいの、落ちていいの、落ちるよ、落ちるよ。あ、意外と普通にすんなり落ちれたな。でこれ、うわー、キューピーちゃんかわいそうに。回収はできるんだね、よいしょ。
持っていくからな。あ、こっちは持っていけない。シャンクスは持っていけないのか。この顔面は全部集めといて、これもなんか後々使う気がするんだよね。おっと、これはドアが開く。いいね。この謎解きそんなにでもホラー感はないんだな。ガチガチのホラーゲームっぽかったんだけど、あー、なんか行きたい気持ちはあんだけど、一旦ストップするか。あ、ちげえ、これこれ最初来たところじゃんごめん、みんなちょっとさ、先にちょっと言い訳させて。俺マッピング能力がマジでないのよ。あ、光ってる、ゴムゴムの泥棒犯罪者ルフィゴムゴムの泥棒していこうぜ。あ、まだある、ゴムゴムの泥棒、ゴムゴムの泥棒したい。こっちからじゃいけないってこと？ゴムゴムの泥棒して、あ、待って、あ、来た、あ、来た、カセットテープミッケーで、多分あと1色集めなきゃいけないんだよね。もう1色どっかにあるんだろうな。のぼ、あった、これで全部の色は集めたってことなのか。ゴムゴムの泥棒して、これも持っとくか。ここ絶対両手、これなんかまたここに来そうだよね、いつか。右手がねえんだもんな、これ。俺が持ってないだけだよね、きっと。進んでいこう。戻って、カセットテープを入れて、頼むよ。英語喋んないで、お願い。見てるだけでわかるやつにして。このちょっと高いテレビ。Rich, あ、終わった。Where are they keeping the huggy boxes? I don't know. しばらく黙るわ。Remember when maintenance left in a sweep of this place? No.Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all on brand. It's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid hockey boxes. Rich. You're right. You're right. It's...ごめんなさい、完全にもう何言ってるか分かんないことにイラついて手伸ばしてしまいました。これ手出して、あ、ごめん、俺手出しちゃったわ。やばい、 DV 気質あるか俺、もしかして。手出しちゃった、何言ってんだよもうって思って手出しちゃった。なんか小学生の遊びみたいになっちゃったね。もう何言ってるか分かんねえから遊ぼうみたいな。で、視聴者の人が翻訳してくれる、誰か翻訳してくれる人がいるんじゃないかなって勝手に思っとくね。これはなんかよく分かんないけど、はい、はめます。なんだ、なんか動いてる、あ、なんか動いてたぞ。つかまんのか、何すんだ。あ、なんか UFO キャッチ、あ、なんかいじんのか俺。あ、そういうわけでもない。あ、右手右手、あ、右手右手だ右俺だよ、泉真一だよ。右どうやってたんだ。あ、取った。右手どうやって動かすんだ。右手どうやって動かすんだろう。左、くそ、こっちの手が動かねえ。あ、動いた楽しい。あー、バズーカーできる。ゴムゴムのバズーカーできる。ワポールが出てきたとしたらぶっ飛ばせるぞ。ワポールが出てきたらぶっ飛ばせる。あ、こういう風に、あ、持ってこれるし、完璧、楽しい。何このゲーム、神ゲーになってる。うわ、ゴムゴムのバズーカーだ。中島の首ぶっ飛ばしてやろうぜ、これで。で、こっちで、こっちで、こっちは、で、待って、もうちょっとね、右手、左手、あー、やりたかったことがやっとできました。感動しています私。ゴムゴムのバズーカーもできるし、ピストルも。あー、でもこれちょっと時間的に張り手になっちゃってんな。ガトリングとかやりたいんだけどな。これ進んでっていいの？ん？どうすればいい？なんかしゃがめるんだね。了解、コントロールでしゃがむのね。次は何を待ち受けてるんだよ、ハム太郎。ハム太郎、次は何が。デンジャー、入れるのか俺は。入れるわけじゃない。どっかに行くところは、お、グラビティコンプリート、何を言ってるんだ。2番、あ、掴めるわけでもないのか。こっちも行ける、うん、登れるわけでもないのか。で、あ、なんか行けるところちょっと増えてる。ここは、ここ登れる。
あ、ここもやっぱ、あ、滑り台みたいな感じなんだね。子供の頃こういう滑り台あったよね。これ回転逆じゃね？どうでもいいところに突っ込むけどさ、これ下に下がるようになってんだったらこれ回転逆じゃね？で、こっち、あ、あ、ん、ん？ん？なんだ？はい、皆さん 75% 迷ってます。2番さっき見たやつだよな。あ、なんだ、いける、あ、いけた、あ、光ってる、あ、光ってる、うわー気持ちいい、ちょっと気持ちよさがある、体力回復してる、充電だな、これで何かするんだ俺は。あ、これだ、待って、こっちってなんかある、見えない、見えない、ということはよ、あの2番に何かをしなきゃいけないから、ここで光る？光らない。あ、来た。これで届く？ここで来た。なんか動いてる。連れてかれる、連れてかれる。どこに連れてく気だ。ちょっと楽しいなこのジェットコースター感覚。落ちるか一気に。なんか来てる後ろからは。来てない。さあ何が待ち受ける？中島か？真っ暗闇。こんなにワクワクする。うお、来た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 。何が落ちてきてんのこれ、なんかわかんないけど、待って、泥棒したい、泥棒しておきたいな。今右行けたんじゃないか、あ、左も行けたんじゃないか、来た、ちょっと泥棒したいんだけど、何な、え、なんだここ、元の場所に戻ってきてる感じするけどな。おー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 、大丈夫か、ここ泥棒できないんだね。で、戻ることもできないと。ヒュー、さてまた新しいところに来たぞ。メイクアフレンド、友達、うーん、友達な、うちの視聴者も俺もだけどあんま少ないもんな。はい、何書いてるか分かる人、分かりませんので次進みます、押します。ニーズパワー、パワーが足りてなさそうだな。なるほど、ここは動かすようにパワーをどっかで集めんのか。ここあっちから来たんだもんね俺は。あ、手繋いでる。あー、何をすればいいんだろう。あ、あ、待って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 、こっち進めない、あ、階段あんじゃん、登ってこ登ってこ、やばい、今もう好奇心だけで進んでる。心霊スポットに来てる感覚なのかな俺。心霊スポットに行くやつって本当にバカだと思ってんだけど、でもゲームだったらいいよね。ちょっとその感覚を味わってるわ。うわー、どうしよう、これはあれを引っ張るってことかい。いや、下手くそ、これを引っ、あー、いいねー、気持ちいいねー。待て待て、おい、見っけたぞ、これどっかで見れんのか、逆に見るとあるじゃねえか、見るところ、頼むよ。このさ、小学校の時にちょっと上にあるテレビみたいな、教室のちょっと上にあるテレビ。また英語かい。I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult.Your body just gets older and older, older, and then you die. Oh, poof. Oh, hey, hey. Human bodies just can't stay young forever. Oh, forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something, right?ちょっと離れたらもう変わるんだな。終わった。ねえ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 、今ちょっと俺結構聞き取れたのよ。もしかしてさ、こ、俺の話してる？このビデオテープ、なんか主人公のことじゃなくてさ、キヨの話してないの？キヨ is very very nice みたいな、なんかそこだけ聞き取れたんだよな。またあんな。あ、これは1番だからそのままいけるってこと？あー、ここはうまく、あー、なるほどね、これを使って引っ張って持ってって、で、途中の電気はどれだ、これ電気、あ、これ電気か、
だったらこっちも必要なのか。こうしてこれいける、これでこうじゃないな、こうじゃなく、あーぐるぐるしちゃった、こうか、あ、いける。で届かない、届かない、やばい、ユーキオのオープニング届かないになってる。ちょっと待って、届かない、ちょっとあれだよなきっと。あーもうなんか形わけわかんなくなってきちゃった。あーなんか変なところにも引っかかっちゃった。どうしよう。あ、ジャンプ、なんかお前何しようとしてんの、綱渡りすんの、危なくない、いける、いけないよなさすがに。おお、やばいやばい、死ぬ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 。こっちからだ、こうだ、こうだ、こうだ、届け届け届いた。いや、よく分かってねえけど、なんかできたな。で、どうすんだ、これ降りていいのか、降りていいのかな、降りるか。で、うん、骨折したね、完全に骨折した表現だったね。で、あ、これパワー足りてんのか。そういうわけでもうナッシング、うおー動いたね、音でっか。これで動き始めてなんかすんのかな、待ってればいいのか。あ、待って、これなんか、あ、なんだ、あ、はい了解、これ引っ張って開けるのね、はい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 、開けて、あー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 、こう本当に工場見学楽しいよな、社会科見学ってこういう工場見学とかって。で、そのまま走ってて一番面白い部分が見えねえ、一番面白そうな部分が見えねえな、ワクワク、もうちょっと手ついて待っとこうぜ、ワクワクすんな、こっから出てくるってこと。あ、なんか来た、もう中島来ないよね、なんか汽車発車しますみたいな音楽だったな。あー色がついて塗装されると、あいつは今目つむってるけどさ、お前に命が宿るんだぞ、今から楽しみにしとけよ。で、これ上に行って次は何が行われるんだ、てかこれ合ってんのか、これ見てて、この気持ち悪いの、これなんかもう目みたいに見えるんだよな。で、今きっと行ってんのかな、これ、あ、行ってる行ってる行ってる、あ、なんかもう形になってる、ちゃんと二足歩行じゃない、本来の動物としての島次郎みたいな形になってる、本来の島次郎、何あのバイオハザードのさ、体真っ二つになるやつ、あのレーザー危なくない、うわ島次郎、野生としての島次郎出てきた、人間の言葉も喋れない、二足歩行でもない、服も着てない、本来の島次郎の姿、すげえ来た、ハッピージャムジャムとか言わないんだろうな、ぶつかってる島次郎、島次郎ゲットできた、これ島次郎はアイテムになってんのかな、島次郎はアイテムになってる、じゃあトリッピーとかさ、首になったラムリンとかもさ探した方がいいってこと、上下上下、あーなんだ、ノーマディリーブズウィザートアート、おっとここじゃないかい、ここだね、あー遠い、あ待ってここだ、待って置くんじゃない、あ来た、おもちゃを置いて認証完了、開いた、他することない、このゲームなんかわかんねえけど進んでるわ、なんで進んでんのかわかんないわ、トゥーヘル、まただ、ここは開かなくて、こっちも鍵かかってて開かないと、真っ暗だ、なにこれでか、ゴムゴムだ、なんでバズーカ聞かないんだ、おい中島中島中島、お前ついに意志が宿ったんだな中島なんでこいつ喋れないの、中島中島やめて、そんなやつじゃなかったでしょ中島、なんかどっか、あそこに切るんだのか、もしかして、ちょっと待って、戻ったらここ見てみっか、中島中島中島います、合ってる、こっちに行くんだね、ここだったら中島入れないわけでしょ、中島おいこうね、戻ったらいる、中島来いよ中島止まるだるまさんがだるまさんが中島してる中島中島これ進んでいいのかな、とりあえず落ちて、こんな狭いところ合ってんのか、進んでっていいの、何中島、中島、
中島いなかった？チラ島しなかった今中島。チラッと中島、チラ島しなかった？例のチラ島してたよね。なんだ？中島！中島！急に中島だな。ん、何語？なんかホラーゲームってさ、ふざけたくなっちゃうよね。なんだろう、心の余裕を保とうとしてんのかな。まあとりあえずさっきのところまではスーッと行っちゃいまして、ここ一回チラ島するよね。チラ島するから見てて。一回チラ島するから。ほらチラ島したじゃん。襲ってこないのよ中島が。チラ島で終わるのよ。で、これなんかさ、こっちから来なかった？中島、こっちだろ。もう俺は逃げさせてもらうぜ中島。これ後ろ来てんの？あ、来てる。チラ島が中島、こっちじゃない。坂になってるところとか行けなくなってんだろうね。またぐるぐる戻るんだろうね。チラ島して、チラ島とは一緒にして、で、これまっすぐ行ったら、はい、ここから来るから、これね、さっき正面行ったらいけなかったのよ。だから多分左ね、こっちね、こっちで合ってんだよな。で、ここは落ちていいの？で、あ、右は行けなかったよね。今右行けなかったから、そのまま進んでって、おー、楽しい。で、右行って、後ろ来てんのかな。来てる来てる来てる。面白い、面白いけど、ちょっと待って、なんか感覚でやっちゃってる。合ってるこれ、合ってるこれ。こっちでいいの、こっちでいいの、これ。なんか行き止まり臭くない？え、こっちだこっちだ。あ、あ、なになに、やべ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 、中島中島中島の動きが気になって、ちょっとわざと変則的な動きもこっちしちゃうみたいな、ちょっとナメプ入ってるよね。で、チラ島して、チラ島一回お互いの目があって、お前はそこにいるんだなと。でもこっち関係なく進んでいけば、そんな難しいゲームじゃねえよな。で、左だろ。で、一回落ちます。で、謎の滑り台モードに入るんだよな、これ確か。このまままっすぐ進んでったら、はい、後ろ見ながら、手伸ばしてる暇ない。で、まっすぐこっちだね。右行きの後ろ見てよね。今中島がどうやって追ってきてんのか俺は見たいのにさ。右でもない、まっすぐでしょ。で、これとか左だったね。しゃがみあったよね。しゃがみ、しゃがみあったよ。しゃがみ、ここだ。しゃがむ、オッケー、進む。右でいいかい？右を信じて、まっすぐでいい。ドゥーン、おー、中島、中島、中島待て、中島待て、中島待て、中島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 やばい、中島やばい、中島、中島やばい、正面見ていい？中島、もう何が起きてるか分かんねえ。俺今なんかさ、行き止まり行ってなかった？なんか俺強引に行ったもん、しかして。これ行ってるのか？なんだ？止めれ！どうしよう？あ、うわ、わかりやすい。すごくわかりやすい。全然中島来ない。イベントなんだろうなって思う、これ。落ちたら、まあ、そんなタイミングいいわけないのよ。中島、中島、痛い痛いな中島。え、血出てる中島。悲しい事件だったな。な、今俺木箱落としたじゃん。明らかに中島タイミング見計らってきてたよね。落としたタイミングと同時に来て、中島やったな。あいつ欲しがったな、ちょっと。うわぁ、ぐちゃぐちゃになってる。これどうすればいいんだ？あ、いけるようになってる。行こっか。あれ？あの花。あの花あれじゃない？なんかオープニングでさ、ビデオの時にあったよな、最後。あの日見た花の名前を、僕は、にわか。僕たちは知らない。僕たちは知らないだっけ。にわかのつまんないトーク。じゃあ喋んなって思われそうな。あの花、あの花だよね。あの花は知ってんのよ。行っていいのか、とりあえず。パッパパッパ進んでく？あ、待って、あそこにもなんかあるな。手伸ばしてももう意味ないのか。いや、これすげえ楽しい。この感覚すげえ楽しいわ。で、奇妙なところ。でもその前にちょっと気になるところがあるから、あっち見てみよう。なんだ？あ、ああ！おなじみの色のビデオテープだね。黒の白のやつが一番おなじみだよな。ね、今 VHS って見さ、今の人は見ないか。さすがにもう持ってないのか。じゃ、これ、ラストか？頼むよ！なんだったら日本語で喋れ。セックス？Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location.
worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... なんか襲われてなかった最後。喋ってる途中で。でも何言ってるか分かんない。しかも英語な上に今、なんかいつものビデオと違ってさ、ただでさえ小声、なんか危機を感じてメッセージを、あの中島が襲ってきてるぞっていうメッセージだったのかな。で、今喋ってるムービー撮ってる途中にあの中島に襲われたってこと？で、中島はさ、血出てたからさ、怪物なのか中に人がいたのかだよね。で、最後この気になるところに行ってみよっか。ここは何なんだ？待って、あ、わかった。中島が死んで終わったと思ったら、出てくるだろうな。終わりと見せかけての中島はあるだろうね。そういうやつだから、こう入れなさそうじゃない。まずゴーバックノーストップノーランでんじゃ、なんか絶対入るなっていうことを言ってるよね。イカれてんのか主人公。早めにすってドア開けんな。なんだここ、ちょっと、え、洋風な感じのオルゴール、金持ちの家みたいなところ来たけど、うわこれ絶対中島来る。もうわかる。うわぁ、進んでも進んでもたどり着けないみたいな廊下出てきた。え、こんなに進んでんのにって。ループしてるみたいな感じの廊下に来た。どうしよう。全然ループしてない。すぐたどり着いた。オルゴールが鳴ってる。俺、オルゴール好きなんだよね。なんかおしゃれじゃない？オルゴールって。取れんのか？あ、取れた。これなんかするわけでもないのかなぁ。おいおい、謎のドアがあんね。押せるわけでもないのか。あ、なんかここ開きそうだな。どうにかすればできないのか。ちょっと進んでみる。取れるものと取れないもの差がすごいな。あー、本も取れない。こっち、おい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 、まがまがしいね。明らかにおかしい部屋があるね。秘密の部屋なのか。開く、開いた。あれ、はっ、ポピー、今の今までもうすっかり忘れてたポピー。そういえばお前だったな、このゲーム。ポピープレイタイム。何も取れない。何かメッセージはあんのか、この部屋に。これ絶対開けたら動き出すよね。いや、開けて後ろから中島のパターンかな。とりあえず開けてみるか。もうこれチャッキーみたいな感じになってる。資料の館みたいになってるけどね。どっちかというと、開けたら呪われますみたいな。両手で開けよう。開けれない。開けれる。よいしょ。よいしょ。よいしょ。開いた。 You opened my case. なんて？英語わかんないから。なんて、な、You are なんだかマイケースって言ってたよね。よく開けてくれたみたいなこと言ったのかな。とりあえずいいや、どういたしましてって言っとこ。どういたしまして、ポピー、どういたしまして。いや、面白かったね。ちょっとさすがにこれ日本語の字幕とかあったらさ、もうちょっと世界観に入り込めたのかなって思うんだけど、すげえ面白かったです。ありがとうございました。うわー、なんか新鮮な感覚。 3D ホラーゲームってあんまやんないから、やっぱ全部新鮮な感覚になるな。でも謎解きが意外と簡単だった、シンプルで。まあさすがにそこはね、いくつものホラーゲームだったり謎解きゲームやってるだけあって、つまらなかった、つまらなかったっていう言い方するとゲームがつまらないっていう風に思われそうだけど、攻略につまらなかったってことですからね。というわけで、ポピープレイタイム、なんとなく海外でバズりそうっていうのはわかるかも。一番最後の追いかけっこめちゃめちゃ楽しかったからな。チャプター1って書いてなかった今。終わった。このちょっと昭和感のある映像好きだわ。皆さんいかがでしたでしょうか、ポピープレイタイム。ですね、まあ感想としましては、英語ができればよかったなと思いました。